みんなヤバいコース見つけてきたね。壁キックマスターへの道プロ級だって。説明文はプロ級だからめっちゃ難しいと思いますって書いてるんだよね。ちょっとやっていこうか。クリア率は 0.28%。 いやー、やれるかな。1時間以内でクリアできたらいいんだけど。コインを65枚以上取ってからゴールってことはさ、壁キックしながらコインも全部集める必要があるみたいだ。うわ、絶対ムスケ、何を考えてるんだこの制作者さんが。まあとりあえず普通やってっていこうか。まあ壁キックするだけだったら全然楽勝に行けると思うんだけど、うわ、こういうの難しいよね。ここはヒップキャンからの壁キック。オッケーオッケー。うわ、コイン取り逃してしまった。で、次はどこ、次はどこだ。壁がないじゃねえか。まあでもこんくらいだったら普通に行ける気がするわ。普段トロールコースばっかりやってますけど、もうやめていいっすか。1時間でクリアできる気がしねえな。半端なく難しい予感がめちゃめちゃするね。で、ここなんだけど、どこに壁があるかなんだよな。多分さ、下の方に隠れてんじゃない。ちょっとそこで壁キックしてみようか。オッケー、やっぱりあったね。次も同じかな。いや、なんかありそう。オッケー、そしてこのまま上に上がってって、次はどうすればいいのか。結論出せ。多分さ、この先の扉があるじゃん。あそこを越えてからがめちゃめちゃ激ムズのような気がするわ。多分中間とかもないと思うんだよね、このコース。うわ、来ちまった。ちょっと集中していいかな。ガチで集中するわ、ここ。はあ。そりゃねえだろ。あそこに行くまでどんだけ苦労すると思ってんのよ。初見殺しなんてやめてくれよな、本当に。まあでも結構上手くなってきてるよ、見てて。もう喋んないでやっていいかな。こんな難しい壁キックコース喋りながらやるなんてほぼ無謀に等しいんですよ。でも今言った通りかなり上手くなってると思うから。ここ、ここよ。カチャカチャしやがって。バリキレんなって。いるよね、たまに自分のテクニックのなさをコースのせいとかアイテムのせいとか敵からのせいにする人。いや、僕もそうだったな、小さい頃。ここに落とし穴があるから悪いんだ。うわ。今回そうやってやっていこうかな。全部いい、まだいけるよ。これがエンターテイナーだ。うわ、こんなのね、僕は無言になればちゃちゃっとクリアできるんですよ。ちょっとガチ無言で集中してっから見てて。もう扉のところまでカットしていいんじゃないかなって思うんだけど、一回全部喋りながらあそこまで行きたいのよ。もうコイン1枚取れてねえって。もう一回1枚取れてない状況で行ってみるか。こういう時に限っていけるんだよね。ほら。なんでこういう時に行けるのよ。まあまあ次やっていこうか。愛してるよ。あのドアまで絶対に喋りながらやっていく。まだ一回もそれ通してないもんね。もう喋らないぐらいだったらクリア率 100% のコースを喋りながらやってた方がいいと思うんですよ。いや、多分だけど。喋んなって思う方もいるかもしんないんですけどね。さあ、こっから絶対にインテリしてる。さすぐに壁キックだよ。そしてここはなかなか難しいと思うんだよな。くっそ、ここ越えんの難しいな。さあ戻ってきたね。次なんだけど、いやいや、やりながら話そうか。ここね、なるべく上の方で壁キックしながらじゃないと越えれないみたいな。くっ、ここきっちり。今思ったんだけどさ、この後僕トロールコースするの。めちゃめちゃ気が向いてるんだけど。よし、集中するんだ。これでクリアできれば橋本環奈さんとデート、そんなつもりで行くからね。あ、橋本環奈さんは諦めよう。フワちゃんにしよう。フワちゃんに失礼だって。ていうかデートするんだったらフワちゃんの方が面白いような気がする。さあ次は開拓できる。来た来た来た、新しい土地開拓開拓。そしてこのまま勢いでいけばいいのか。邪魔なんだよブロックが。え、この先さ、Pスイッチが切れるタイミングでジャンプして向こうに渡るってこと、それちょっと鬼畜すぎないかな。ちょっと黙るね。このタイミングでどう。いや。え、あ、ここにゴールがある。いや、本当にこれ難しかった。マジでおすすめしないレベルの難しさでしたね。頑張ったなって思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはトロールコース、ダルルルルとサンドストームということで、このコースでなんとアロマゴンさんのコースなんですよ。ということはクオリティが高い、そして何かしらのバグがあることに期待大だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。
まあダルードって意味は分かんないんだけど、サンドストームは砂嵐ってことでしょ。ってことはウアナが嵐のように怒涛にやってきてほしいね。じゃあ左に行けばいいのかな。右のハテナブロック叩く。一旦ここ掴まれ、あ、掴まれ、外枠調査から、外枠から笑わせんなって大量のブクブクとかさ。じゃあオンオフしたらこのブラッパ落ちてくるんじゃないのかな。あ、落ちてこないんだね。お前が落ちてくるな。ガー、いいじゃない、確かに嵐のようなトロールコースだね。罠が次々と襲ってくるよ。さあ1枚のコインがあるけど、あいつ罠だろ。分かってんだ、罠だ。じゃあすぐに下に降りてキノコは取ってっていいのかな。こいつは普通取らせてくれる。オッケーオッケー。なんか嫌な予感がする。次は普通にこのガリガリの中入ってっていいのか、それとも右上ののがん、いや違うな、あのピンステッチ押したら砲台のところに行けるっていう感じかな。だだだだだ、待て待て待て、なんだお前だ。今のクリもめっちゃ面白くない。こう逆さに走っていくんだよ。これもバグの一種なんかな。いや一個バグが来たらすげえ嬉しいけど、その後身構えちゃうよね。そして雲に乗る。で風が吹いてるから左おしっぽがいいと思うんだよな。右が違うだろ。左おしっぽする、これだ。こっちはやられるの。いや戻ったら何かやられるパターンだ。やめろよ、やめるんだ。うまい、さすがワゴンさんのコースだね。こんなに綺麗に土管に戻すなんてことある。じゃあこのバネを回避する。そしてこの土管に入っていいのかい。ドッスンの方すげえ怪しくない。お前何やってんだよ、そんなところで。そんなはしゃがなくていいって、後で出番きっとあるから、多分だけど。さあ次はほらほらドッスンが来たよ。あのドッスン向かってくるんじゃないの。あ、でもバーがあるから来れないみたいだ。あ、ハリーやった。すいません皆さん、わざとじゃないんですよ。上の針に全く気がつかなかった。じゃあここのハテナブロックを叩いた鉄球みたいな。よし、冷静になれピオキング、今のは簡単に対処できたはずだぞ。叩く、そしてしゃがんでおいたらダメじゃねえか。騒がしいな今日も。しかしこれどういうことなんだろうな。今はドッスン来ないのにこの鉄球を出すことにやってくるみたいな。そうして鉄球戻ってくる。僕は何もしなかったら正解なんじゃないか。ここ足場があるみたいな。鉄球にビビってちゃうね。マリオメーカーの配信者なんて務まんないんですよ。そして次はどっちだい。一旦右のブロック叩いてみようか。右のブロックは何もないってことは、ここに何かある。あ、このキノコを取っていけってこと。オッケーオッケー。そしてこの、うわ、上行けないよ。いけないよ。ならここはキノコを取るなってことね。そんで右のどんぐりがあるじゃん。めちゃめちゃ煽ってるように見えない。ざまあねお前みたいな。いやいや、じゃねえんだって。お前も賛同すんだって。あとでどんぐり来ないかな。食ってやるぜ。そして次は右には氷で、ハテナブロックがあるからこれファイヤーかなんかな。あ、よしこ、いや赤だからよしおにしようか。よしお、よしお、よしお出す。そしてこれをタッチすればいいのか。そしたらよしおが生まれる。オッケーオッケー。さあ行こうじゃないか。よしお、今のは壊したらいけなかったんじゃないの。うん、なんかメットは出てきたけどさ、あのメット壊したらいけなかったんじゃないの。じゃあ一緒にやられようか。僕と君は運命共同体だよ。なんで俺だけ。今日もいい具合に壊れてんな。もうちょっと心配してくれてもいいんだよ。ピオキング大丈夫かなみたいな、薬やってんじゃねえのみたいなさ、コメントたまに来るけど、もうそう思われても仕方がないようなことをしてると思ってる自分で。さあ次はチェックポイントとかまだまだないみたいだね。僕は何もしないよここで。そしたら大丈夫。最近七夕だったじゃん。で僕短冊に願いを込めてちゃんと書いたんだよね。何かぶってんだ、ゲームに集中せ。で本当にちゃんと短冊に願いを込めて書いたのよ。まともなゲーム実況者になれますようにって。まあツイッターでだけど。そしたらみんながこうやって言ってくんのよ。もう手遅れです、まともになったら面白くありませんみたいな。みんなのせいなんだからな。みんながそうやって言うんだから僕は壊れるんだから、ちゃんと責任取ってくれるんだろうね。またお前がどくり。で気づいてる方は気づいてると思うんだけど、最近これオープニングっていうのを作ってないと思うんだよね。それにはちゃんとした理由があって、まあ今度話すはちょっと長くなりそうだから、それ専用の動画をいつか出したいと思います。じゃあここはヒップドロップしてっていいのかな。なんかそういうのをせみたいな書いてるから、じゃあヒップドロップしてってみようか。あ、これであのバウを壊せっていう感じなんだね。はぁ、あ、今見た、ちょっバタカー。今さ、ワープしなかった、あのパンブロックのところからあの土管のところにワープしたような気がするんだよな。だからここでヒップドロップ1個ずつしていく。
ほらね、なんかやっぱワープしてるよ。おかしいって、何あのワープ。ちょっと教えてほしいぐらいだね。じゃあこのパン持って行ってみようか。で、このパンを持って行くことが実は不正解ですみたいなことがありそうと思ったんだけど、正解なんじゃない？オーケーオーケー。そしてもうゴール見えるな。あ、今日早いパターンか。中間ポイントは1個しかない？もしかしてこの先に2個目があるみたいな。中間ポイントはないね。なんかヒントみたいなこと書いてるよ。ゲットアフターかな。そしてチェックポイント1、キノコ、いや、チェックポイント1の後にキノコを取れっていうことなんかな。え、チェックポイント1の後ってキノコ取ったら先に進めくなかったっけ。ちょっとやり直してみようか。まあ、こっからだよね。この先キノコ取ったらさっき進めなかったような気がするんだよね。そしてこっちのブロックは先に進めない。え、はっはっえ、なんか上に行けたんだけど。うわ、これすごいね。面白いバグなんかな、これも。で、こっから罠何が違ってると思うよ。さっきの普通通り行ってみようか。まあ何も変わってなかったらラッキーなんだけど、まあ何も変わってなかったらそこまでカットするわ。さあ、ここはしゃがんでっていいのかい？それともさっきと違う風にワープさせられるとか、そういうことはなさそうだね。じゃあここはヒップドロップしてって、あのパウンドころだと。さっきと違うやんかー。なんか今度さ、左から3つ目のブロック、多分この辺かな。こっから真下にワープしたような気がするんだよな。それかブロックが壊れただけ。まあいいや、一旦ここで下入力を止めてみる。いやで、またワープすんの？一個ずつ行ってみようか。ワープするね。二度も三度も引っかかんねえよ。で、ここでファイヤーフラワーが取れたから、これでゴールできるっていうことなんじゃない？いや、そうはいかないと思う。そんな簡単にゴールさせてくれるわけねえよな。一個ずつ壊してみようか。あと一個絶対そんなことだろうと思った。え、でもこっからどうすればいいんだろうな。チリになってこいってこと？あ、分かった分かった。このさ、毒キノコに当たって戻ればゴールできるっていうことなんじゃない？さあ、ゴールしよう。うぜぇぐちびる植物。もう分かったもんね。ここは1個だけブロック壊しておくでしょ。そしてさっきは毒キノコに当たったと思うんだけど、ここで毒キノコに当たらないで土管に入る。そしたらゴールができるんじゃない？パックがいると思うけど。よしよし、ゴールさせて。やったいや、これさ、結構短かったんだけど、長いコースもしたいぐらい本当に楽しかったね。どうもありがとうございました。みんな、なんか面白そうなコース見つけたね。おみくじコースだって。たまにはこういう簡単なコースしていいかな。僕、トロールコースでは2分の1ことごとく外しまくってるから、おみくじぐらいはいいの出るんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。で、あとは書かれてるもんがどんだけあるかだよね。大吉、中吉、末吉、小吉、凶、大凶とかいろいろあるんだけど、あ、これで先に進めるのか。はいはい、じゃあ進んでいこうか。僕の運勢は大吉以外いないと思うよ。あ、こんな感じなんだ。いや、ちょっと待ってね。この呪いの仮面が出るから絶対に扉入らなくちゃいけないよな。え、これいつまで入るの？なんかドアに入るたびにみたいな書いてなかった？え、ちょっちょっちょっ待ってって。え、これ最後になったじゃん。これもしかして大凶みたいな。いや、逆に大吉っていう可能性もあるよ。さあ、どうなんだ。僕に運勢を見せてくれ。なんで？え、これ絶対今日になるんじゃない？あ、まあまあ、ゴールはできたけど、ちょっともう一回やってっていいかな？何今の茶番みたいなやつ。え、これ意味が分かんないな。絶対呪いの仮面襲ってくるでしょ？いや、やっぱりそうだよな。じゃあどのタイミングで入ればいい？あ、避けろみ、いや、絶対避けれない。あ、今度呪いの仮面出てこないよ。あ、分かった。これ鍵を手に入れるタイミングで違ってくるんじゃない？だからこれ2つ目だから、あ、中吉か。だから呪いの鍵を一番最初に使うことができたら大吉みたいな。いや、面白いね。これ、このクリームを倒すじゃん。そしたらこの呪いの鍵が、あ、今一番目に出てるね。だからこれ一番最初に使ってるんじゃない？ほらほらほら、呪いの鍵はマリオの後ろ、なんか順番みたいな感じかな。ちょっとごめんね、日本語下手くそで。一番最初についてたらそれ使うみたいな。だからこれが大吉。いや、やっぱりそういう感じなのね。じゃあ最初に今日引いたの、ある意味運よくね。まあ動画として面白いよね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。